Welcome to Doster, I'm Summary. Today I'll show you Tsubakura Virtual Office from the other perspective with the creator's interview. Let's go! モデリングが初心者というか、あんまりまだ始めて間もないので、自分のスキルアップのために作り始めました。やっぱり作るんだったら自分が作りたいものを作りたいなと思って、僕が今こだわってるのは 3D モデルの質感とかを、サブスタンスペインターっていうソフトを使ってリアルな見た目にするっていうのが今マイブームで、なので全体的にワールドのオブジェクト、小物、まあ、ここのカフェもそうですけど、例えば物の反射、ラフネスマップって言ったりするんですけど、表面の粗さがこう分かるようなテクスチャーを入れたりして、例えばそうですね、例えば夜間の 3D モデル一つに対して5つぐらいのテクスチャーを入れてたりするんですね。一つはカラーのテクスチャー、色情報で、もう一つはノーマルマップっていう、こう表面の傾き度合いの情報で、ラフネスマップっていう、粗さ反射のこう表面のテカリ具合みたいなところのテクスチャーで、メタリックマップ、金属感、あとはアンビエントオクルジョンっていう、ちょっと影の情報をこう追加するようなテクスチャー、合計5つ使ってたりするので、かなりこう見た目にはリッチな、ワールドになっているかなと思います。やっぱりこうリアルな質感を出すためには本当にいろんなツールを使わなきゃいけないんですね。ブレンダーっていう、まあモデリングのツールもそうなんですけど、そこからサブスタンスペインターっていう、こうマテリアルの質感をつけるソフト、そして最後に 3D ゲームエンジンのユニティっていうツールを、それぞれ結構行ったり来たりしなきゃいけないんですよね。なので本当にモデリングやってマテリアル作って、それをユニティに入れてワールドに置いた時に、あれちょっとうまく、まあ、綺麗に見えないなってなって、今度サブスタンスペインターに戻って、でそうやってるうちに、ちょっとここがモデリング気になるなとか思って、ブレンダーに一回戻ったりしてっていう、こうツール感をね、すごい行ったり来たりしなきゃいけないんですよね。で何回もそれやんないと、最終的なワールドが綺麗に見えないっていうところがあるので、本当にそこの質感をこだわるあまりに、いろんなツールを行ったり来たりして確認して、 VR チャットにVR ゴーグルかぶって入ってチェックしてっていう、そこの手間がすごい多かったので、ここはやっぱり苦労したところですね。はい。制作期間は大体1週間ぐらいなんですけど、いろんなアイテムがあるんですけど、まあそれぞれ1日2日ぐらいで、机作って、ファイル棚作って、まあ、電話機作ってみたいな感じでちょっとずつやっていくんですけど、全部で、まあ、1週間とか、まあ、ちょっと1、2週間とかですかね、ぐらいかけてやってました。光と、あと反射の部分ですね。具体的に言うと、まあ、外からこう入ってくる光もそうだし、それが机とかパソコンのディスプレイとか椅子とか床とかに当たって反射するところのリアルさというか、ラフネスマップっていうその粗さのテクスチャをほとんどのものに入れてるので、その反射とかがすごい綺麗に出るようになってるんですね。なのでリフレクションプローブっていう、まあリフレクションの設定とかもしてるので、窓の外が映り込んだりとか、部屋の中の壁が反射して映ってたりとか、蛍光灯が床に反射して映ってたりとかっていう、この反射の部分がすごい綺麗にこだわって作ってるので、やっぱそこは見てほしいなっていうのと、 VR チャットのね、獣耳美少女たちに OL さんとかのね、ロールプレイみたいな感じで写真を撮ってもらえてるのを見るのがすごい嬉しいので、個人的に VR チャット事務所とかで調べると OL 集会とかもあるんですけど、その写真見るとね、すごいね、なんか本当にここでバーチャル存在が生きてるんだみたいな、こう感傷に浸れるというか、その存在感を感じるのがすごい好きで、バーチャルの存在がここで仕事してるんだみたいな風にこう妄想して感じるのがすごいね、楽しいので、 VR チャットのみんなが僕のワールドを使って OL ロールプレイをしてるスクリーンショットとかがね、ツイッターに上がってるのを見るとすごい勇気づけられるので、皆さんね、ぜひ僕のワールドを使って OL ロールプレイやってください。お願いします。こんな感じで Tsubakura仮想事務所頑張って作ったので、皆さんね、 OL さんのロールプレイだったりとか、まあ、テレワークに使っていただいたりとか、皆さんここで楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてですね、僕が作った、まあ、机だったりとか棚だったりとか、いろんなアセットをね、僕のブースで販売しておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。みんな楽しんでね。見てください、これ、この絵、これなんと
あのメイドインアビスの作者のつくし明人先生が描いてくださった僕の、イラストです。すごいよね、かわいい。これ僕の家宝ですからね、めっちゃ嬉しい。わあ、このイラストはですね、僕のこの坪倉仮想事務所と、あと坪倉家っていうワールドでも見れますので、ぜひ僕のワールドに遊びに来てください。Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.